本日は集まっていただきましてありがとうございます。それではですね、今年、前期の決算を説明いたします。まず昨年の実績でございます。数字はこういう内容でございまして、前年比で申しますとですね、売上高が 92%、 営業利益が 83%、 当期利益がですね 105% ということになりました。昨年はですね、先進国並びに新興国の通貨が全面的なですね、円高ということでございまして、下に少し書いてあるんですが、この他のですね、新興国通貨もほぼ全面的な円高ということであったわけで、その影響がですね、だいぶ受けたという、そういう内容でございます。で、為替影響をですね、全て除きますと増収増益、売上高で 102%、 営業利益で 117% というですね、そういう数字でございます。その辺少し頭に入れていただいてですね、聞いていただければいいかと思います。はい。続きましてですね、今年の予想でございます。数字はこういうことでございまして、売上高でですね 106%、 営業利益で 111%、 当期純利益で 119% という、そういう予想でございます。今回はですね、為替を、まさしくこう直近の為替を前提としています。110円、115円、また新興国もですね、それぞれ最近の状況通りでございまして、ほぼ昨年のですね、為替の実績とほぼ同じような水準で、今回の計画をしているしてございます。営業利益のですね、変動要因について、説明いたします。一昨年はですね、ファイナンスの利益をすべて、組み替えまして、1303億円で、当期利益が600億円という内容でございました。で、昨年にですね、規模並びに収益性、それと為替の影響、これはすべて先進国、新興国も含めてでございます。そして経費の増加等、この中には成長戦略費用といたしましてですね、増加させた部分も含んでいるわけでございます。ということでですね、結果的に1086億円の当期利益、営業利益と631億円の当期利益ということになりました。632ですかね。今年はですね、規模収益性が287億円で、為替の影響はほぼ、先ほど申しましたようにですね、同水準だものですからほとんどございません。で、経費増加につきましてはですね、成長戦略等々を積みましたりですね、という内容で、ございます。で、この収益性改善の一応背景でございますが、これ2つございまして、いろいろな当社の市場でですね、お客様、商品がその多様化する、またアップグレード化するという、そういう傾向にあるわけです。で、そういう市場へですね、ヤマハらしい個性的な商品作りができている、で、市場投入ができているということがまず一つでございます。二つ目がですね、開発手法と生産手法ということでございまして、開発はもうここ3、4年説明してます、プラットフォームだとかですね、グローバルモデル、そういった開発手法とですね、当社独自の理論地生産をですね、徐々に広げてきた結果でございます。その2つのですね、要因で収益性改善が進んでいるというふうに理解していただきたいと思います。はい。次に ROE でございます。まず当期利益率はですね、2015年に APA の
アメリカの APA の影響で一旦下がった後にですね 4.2% で回復しています。総資産回転率はですね徐々にこの金融事業が大きくなってきてますんでやや下がったようには見えるんですが、これは特にその資産の効率が悪くなっているということではございません。ということでですね 1.15 で、今回ですね自己資本比率、特に自己資本額がですね5342億円、これリーマン前のですね2007年2006年あたりのですね5300億円という水準があったんですが、それを超えたというそういう状況でございます。 40% を超えたのもですね久しぶりかというふうに思います。で、来期は5800億円の自己資本比率で 42%で結果的にですね、昨年は 12.3% ということでございました。今年はですね、13.5% というのを予想してございます。これ当社はですね 15% ということをですね目標にしてまして、それぞれのですね指標の改善を引き続き進めてまいります。はい。次にキャッシュフローでございます。左のブルーがキャッシュインで右がキャッシュアウトでございます。昨年はですね、722億円のプラス、前年がですねほぼ400億円のマイナスだったという、そういう状況でございまして、これ一つは既存投資をですね、見直しでやってきたということと、もう一つは運転資金の効率化、特に在庫圧縮でございます。いろいろな市場でですね在庫圧縮の活動を進めてまいりまして、こうした結果でですね黒字化、少し大きな黒字化ができたということでございます。2017年はですね、ご覧の通りの、現時点での見積もりでございまして、やはりこの機動的な成長投資に備えるということをですね、やってまいりたいというふうに思います。はい。配当でございます。今年はですね、60円、年間60円、配当成功 33% でございます。2017年はですね、65円、30% を予想してございます。以上がですね、経営の全体像でございます。この後にですね、各主な事業状況について日高の方から説明いたします。それでは企画財務本部の日高でございます。よろしくお願いいたします。ここからは事業別の説明をいたします。はい。まずセグメント別売上高営業利益についてご説明いたします。2016年実績につきまして、売上高は為替の影響もございまして、先進国二輪事業で2704億円から2459億円、新興国二輪事業で7622億円から6842億円、マリン事業で3093億円から2972億円、特記事業で1695億円から1523億円、以上4事業で減収となり、その他事業はパスの海外輸出の増加により1198億円から1232億円と増収となりました。一方、営業利益ですが、先進国二輪事業は為替の影響によりプラス11億円からマイナス98億円と減益、新興国二輪事業はインドネシア、ブラジルの販売減少をプラットフォームコストダウン、それからモデルミックスの改善などで吸収しまして、381億円から458億円と増益、マリン事業は為替の影響により640億円から554億円と減益、特記事業では、為替の影響に加えまして、ROV の在庫調整、経費増加等もございました、160億円から45億円と減益、その他事業はパスの増収効果により、112億円から127億円と増益となりました。2017年、本年につきましては、事業の正常化を図ります ROV 事業を除き、増収増益を目指してまいります。
ここから各事業別にご説明いたします。まずは二輪事業 ASEAN です。左のグラフは ASEAN 主要4カ国の売上高、その上に営業利益率を記載しております。売上高については2015年と16年を比較いたしますと、インドネシアでは需要減少に伴う販売減少、為替影響により減収、ベトナムは為替影響を受けながらも販売が増加し前年並み、タイは為替影響で減収、フィリピンは為替の影響はございましたが大幅な販売増加により増収となりました。一方で、高価格商品の増加、そういった商品ミックスの改善、それに加えましてプラットフォームコストダウンの効果により各市場で収益性改善が進み、4カ国合計の営業利益率は2015年の 5.7% から2016年は 8.5% となり収益性が大きく改善いたしました。2017年につきましてはインドネシアをはじめとする各国での販売台数増加による増収、高価格化プラットフォームモデル等の効果を引き続き伸ばし営業利益率は 8.6% となる予定です。右側の図はインドネシアの商品ミックス構成の変化を示しております。ご覧のとおり高価格商品プラットフォーム対象モデルが今後も増え続けてまいります。 ASEAN は収益の柱として今後も高価格化プラットフォーム化を進めてまいります。それでは次のスライド以降で新商品についてご説明いたします。こちらは先ほどからご説明している ASEAN のプラットフォームモデルのラインナップでございます。昨年は真ん中にございますレトロスタイルのフィーの125がマイナーチェンジにより販売好調でございました。今年は ASEAN 各国で発売を開始した右上のエアロックス155が当社が得意とするスポーツオートマチックモデルで ASEAN 事業のさらなる高価格シフトを促進してくれるものと期待しております。次にグローバルモデルのスクーターでございます。ヨーロッパで独自セグメントを確立した TMAX530 とその MAX シリーズのラインナップでございます。一昨年から左下にございます NMAX155 をインドネシアで生産しグローバルに展開いたしまして、昨年は先進国 ASEAN のほぼすべての市場でシェアアップに貢献いたしました。今年はその中間排気量の XMAX300 をインドネシアで生産開始し同じくグローバルに展開してまいります。ASEAN 市場においては NMAX からのステップアップ、先進国ではちょうど良いダウンサイジングマクシスクーターとしてシェアアップに貢献してくれるものと期待しております。もう一つこちらは当社のスーパースポーツラインナップ R シリーズでございます。一昨年、右下にございますミドルクラスの R25、R3、 こちらをインドネシア生産でグローバルに展開いたしまして、先進国におきましては昨年度のベストセラーモデルに、ASEAN においてもスポーツセグメントのシェアアップに大きく貢献いたしました。今年は左下にございます 150cc の R15 をフルモデルチェンジし、年初よりインドネシアからで生産しましてグローバルに展開してまいります。続きまして二輪事業のインドについてご説明いたします。左のグラフはインド国内および輸出の売上高、その上に国内および輸出の出荷台数を記載しております。特にスクーターのファッシーノやレイ ZR の販売が伸長いたしまして、国内の売上高は2015年614億円から2016年654億円と為替影響がある中でも増収となりました。右のグラフは生産台数と損益分岐点台数およびインド国内の総需要を表しております。損益分岐点経営の原則に立ち返り、一昨年チェンナイ工場立ち上げから事業効率を改善させ、2016年は黒字となりました。インドマーケットの総需要は2000万台に近づこうとしております。この成長著しい市場において2017年は出荷台数輸出を含めまして117万台、売上高1020億円を目指し、次の利益貢献事業となるべく積極的に販売拡大、生産能力の増強させてまいります。でこちらがインド市場における当社のヒット商品でございます。左上が高性能とスポーティーなスタイリングで好評を得ております FZ150、 これにステップアップモデルの 250cc を今年投入いたしました。またスクーターにおいては他社にない個性的なファッションのファッシーの左下、それからレイ ZR、 これ右下ですね、こういったスクーターが販売台数を伸ばしております。経済成長を背景にインドにおいても従来の低価格定番商品から個性的なモデルへのシフトが徐々に起きてくると期待しております。
こちらあのファッシーノのポスターですけれども、現地のミスコンテストとタイアップしてファッショナブルなスタイリングを訴求し、多くの女性ユーザーを獲得しております。次に先進国に臨事業についてご説明いたします。左のグラフは各地域の売上高、その上に営業利益率を記載しております。2015年から2016年において売上高は為替影響及び北米での計画的な在庫圧縮の影響によりまして、欧州、北米、大洋州は減収、日本は増収となり、合計で2704億円から2459億円となりました。その結果、営業利益率は2015年のプラス 0.4% からマイナス 4% となりました。右のグラフは4地域の総需要と小売りの当社シェアを表しております。小売りは緩やかに伸長し、当社のシェアは高まっていく見通しでございます。2017年は営業利益率マイナス 2% と未だ赤字が残る予想とさせていただきましたが、市場プレゼンスを高めながら再び安定的黒字事業となるよう、営業赤字を縮小すべく構造改革を継続してまいります。マリン事業の説明に移ります。左のグラフは同じく売上高、その上に営業利益率を記載しております。2015年から16年にかけまして、売上高は為替の影響を受け、船外機事業1746億円から1670億円、ボート、ウォータービークル等は1348億円から1302億円、合計3093億円から2972億円と減収となりました。営業利益率は 20.7% から 18.6% となりましたが、引き続き高収益体質は維持することができました。右のグラフは船外機の総需要と馬力別の当社販売台数を表しております。ご覧のとおり200馬力以上の船外機の販売台数が今後も伸びてまいります。2017年本年はマリン事業全体で売上高3000億円、営業利益率 19% になるようさらなる高収益事業を目指し、船外機の大型化、システムサプライヤー戦略を進めてまいります。続いて特記事業でございます。左のグラフは同じく売上高、その上に営業利益率を記載しております。2015年から16年にかけまして、売上高は為替の影響を受けまして、 RV 事業は966億円から876億円、その他ゴルフカー、発電機、除雪機は729億円から647億円、合計1695億円から1523億円と減収となりました。右側のグラフは ROV の当社の小売台数と生産台数でございます。小売台数は2015年1万8000台から2016年2万2000台へ伸長しましたが、在庫適正化のための生産調整を行い、販売台数、これは卸台数ですけれども、これは減少いたしました。営業利益は ROV の経費増加や為替影響により 9.4% から 3% となりました。2017年は特記事業全体で売上高1500億円、営業利益率 0.7% の予想となります。今年度は事業正常化を急ぎながら次のプラットフォームモデルを投入し、市場を攻略してまいります。 IM 事業でございます。2016年度の実績につきましては、サーフェスマウンターの販売台数は中国景気低迷の影響で減少いたしましたが、高付加価値商品の販売比率の増加により売上高は465億円から469億円、営業利益率は 15.6% から 16.1% となり、高収益体質作りが進んでおります。2017年は売上高500億円、営業利益率 17% を目指し、高速多機能領域のサーフェスマウンター、統合制御型ロボットシステム等次世代ソリューションビジネスでお客様を広げてまいります。パス事業部についてご説明いたします。電動アシスト自転車ではヨーロッパ向けの E キット、こちらは電動アシスト自転車用のドライブユニットですけれども、その輸出や国内向けの完成車の販売が伸長し、売上高は264億円から322億円、営業利益率は 11.2% から 15.6% となり、高収益化の傾向が強まってまいりました。右のグラフは2018年までの完成車と E キットの出荷台数のグラフでございます。今後も輸出を含めた E キットの販売増加を図ることで、さらなる高収益事業を目指し、世界市場でお客様を広げてまいります。
最後に ESG についてご紹介させていただきます。当社は開発途上国の豊かな暮らしを作ることを目指し、海外の浄水器事業にも取り組んでおります。こちらのスライドはヤマハクリーンウォーターシステムの設置状況を表しております。緑の丸が設置実績、黄色の四角がモニター設置実績、水色の三角が2017年度の設置予定数でございます。2016年モニターを含む設置実績は22基、2017年本年の設置予定は7基ということで、さまざまな国々にきれいな水、豊かな暮らしをお届けいたします。このクリーンウォーターシステムに関して動画がございますので、ご覧いただきまして、それをもって弊社の説明を終了とさせていただきます。ありがとうございました。貧しくてもう毎日が生きるのに精一杯というふうではないですよね。だけど今まで水がそこにある、だからあなた水があるからいいじゃないのと言ってほったらかされてた。自分たちは動物と違うんだから、いや川の水をそれをきちっとした水にしてほしいっていうのは彼らすごく要望してた。我々こんな川の水を、確かに水はまだあるけどもあるからいいわけじゃないよと、どうして僕たちだけないんですかっていう、やっぱり疑問が出てくるし不満が出てきた。